夢ラジオ1828回、今日は令和元年6月21日金曜日です。時刻は午前11時朝ですね。まだ午前中です。空が白く輝いていて、紫外線も強く、もう夏の趣です。夢ラジオ、窓を開けての放送です。1828回、今回は戦後の政治家というか活動家と呼んだ方がいいんでしょうか、赤尾敏取り上げます。赤尾敏さん、大日本愛国党、そのステッカーが東京都の電柱にベタベタ貼られていたとか、そういうことができるということ自体、一定の組織力のあった人、赤尾敏、大日本愛国党、すきや橋で演説やってたようですね。毎日、私は全然わからないんですけどね。昭和の頃ですよ。昭和の終わり頃の東京、平成になったばかりの頃に赤尾さん亡くなりましたから、そのさっきの電柱に貼られた大日本愛国党といい、すきや橋での辻説法といい、昭和の頃、ただずっとやってたようですよ、これを。ですから、なんか名物だったようなんですね。私も全然ちょっと時代が違うのでわからないんですけど、さて赤尾敏、戦前社会主義者、あれみたいな、右翼のおじさんじゃないんですかと、あるいはなんか右翼イコール暴力団みたいなイメージが日本人にありますから、なんか暴力団の親玉みたいな、もともとは社会主義者でした。愛知の人、戦前の旧制中学、愛知第三中学ですね。その三中の時に結核になって三宅島で療養、家がやっぱそこそこのお家だったらしく、三宅島で療養してこいやと、まああったかいですしね。そこでこの二十歳前後の赤尾さん、赤尾俊さんって言ってたらしいですね。今赤尾敏という呼び名になってるんですけど、本名は赤尾俊じゃなかったですか。まあ赤尾と言っておきましょうか。赤尾青年はここでね、なんかこう社会主義みたいな共同体を経営するんですよ。で、三宅島ってなんか孤児が多かったんですね、当時。その孤児を引き取って、で一緒に農作業をやって、でそれで上がった利益はみんなで分配してという、まさに原始共産制みたいなことをやって、なんか結構うまくいったらしいんですよ。これが牧場経営みたいなことやったらしいんですね。この三宅島でにおける牧場経営は最終的には失敗っていうか、なんか乗っ取られちゃったらしいんですけどね、その騙されて。まあ失意とはいえ東京に来て、でこの社会主義の経験をもとに、だからこんな経験してる人いませんから、当時の社会主義者
もう大正時代ですよ。堺利彦、山川仁、もう光徳は大逆事件に倒れていました。大杉や高畠がまだ頑張ってた頃ですよ。赤尾が東京出てきて社会主義者の集まりに入ったのはね。ただし幾度か投獄され、当時のことですから。でその投獄の中で赤尾さん、国家主義に目覚めちゃうんですね。つまり天皇陛下万歳と、大日本帝国万歳と。で建国会っていう、国を建てる建国会というのを作ろう。そしてそこには上杉新吉を呼ぼう、高畠元幸を呼ぼう。高畠はもう国家社会主義に変わってました。で上杉新吉は帝大で鳴らしてた人ですよね。あと遠山光、平沼騎一郎、この辺りを顧問に据えて、だからもう全然社会主義の本流ではなくなっちゃったんですね、赤尾さん。で翼賛選挙っていうのが戦争中にあったんですけど、そこで当選し、衆議院議員だから衆議院議員も1回だけやってる。で東条英機に対してももう歯に衣着せぬ物言いで、なんか議場から退場させられたとかっていう、そんなお方なんですよ。戦後右翼もしくは国粋主義ということで、公職追放を受け、それが解けた後に大日本愛国党、今どうなってるのかは知りません。こんな党がまだあるのかどうかは不明です。もうないんじゃないですかね。そしてもう数寄屋橋でずっと辻説法をやり続けたという話が残っています。私はよく分かりません。だけどそんなことずっとできたってこと自体、支援者がいたっていうことで、一定の政治力のある人、組織力のある人でした。しかも都内の電柱にこの愛国党のステッカーがベタベタ貼ってあったという話ですから、へえ、そうですかと。一旦社会主義の洗礼も受けた国家社会主義者。ただし、あまりいい影響を及ぼしてはいない。日本社会にね、あまりいい影響を及ぼしてはいない。分かりやすく言うと、今あんまり見かけなくなったけど、一時黒い街宣車で右翼がものすごい音立てて、軍歌鳴らしながら「どけどけ！」とかって言って、信号も無視するような、あの手の走りはやっぱり赤尾瓶ですよ。あれで「君が代」が歌えなくなった。あれで保守思想、もしくは右翼思想がもう色付きで見られるようになった。あとね、話がちょっと遡るんですけど、昔、戦後ですけど、昔日本社会党に浅沼稲次郎さんっていたんですよね。浅沼稲次郎さんで、鳩山一郎と浅沼さんがこういろいろ論戦やってたみたいな、だから戦後すぐの頃ですよ。その浅沼さんとこの赤尾さんは、三宅島にいた時からなんかこう縁がある、そんな関係なんですよ。浅沼というお家もこの三宅島と非常に関わり合うお家で、浅沼家の出身が三宅島なのかな。
で、赤尾も三宅島にいたというその成り行きがあって、この浅沼さんっていうのは日比谷公会堂で暗殺されちゃったんですね。で、この犯人の少年は、この決行に及んだ後自殺するんですけど、これ教唆したのが赤尾じゃないかとよく言われますね。はっきりは分かりません。はっきりは分かりませんが、何もないことはないだろうと、決行した少年、これ映像残ってるんですけどね、実は見ない方がいいと思いますけど、あんな映像。教唆したのが実は赤尾なんじゃないか、いや多分それあったんじゃないですかとですね、よくよく見たらろくでもないことしかしてねえじゃねえかこの親父という感じが私にはしますね。多分会って話せばね、会って話せばもう自分のことを全然考えない、自分の利益を全然考えない、もう一途に国を思う、あるいは一途に国体を思う、そういう義士っぽいお方だったんだろうけど、いやーやってることがちょっとというね、毎日やってた辻説法というのも決して褒められた話じゃなく、名物になったと語り継がれてるけどうるさいなと思ってた人もいっぱいいたんじゃないでしょうか。で、さっきも話したようにこれで保守運動、右翼運動がもうものすごく汚されてしまいましたね。街宣車がね、オラオラとかって言いながら「君が代」をかけてれば、なんか「君が代」がなんかこう汚く聞こえますよ。で、私もね、これちょっと本音言うと「君が代」って曲あんまり好きじゃないっていうか、自分で歌う気なんか全然しないし、聞くのも嫌ですね。なんか暗い感じに聞こえるんですけど、やっぱちょっとそれはああいう右翼の方がね、オラオラってやってたのの影響かな。最近亡くなったけど10年前ぐらいまではやってましたよね、右翼の街宣車が。赤尾さんはそういう下地も作りました。選挙にも何度も出てたらしいんですけど、東京選挙区からね、もう受かることはありませんでした。なんかこの赤尾瓶のメイっていうお方が、この自分のおじさんを懐かしんでいろいろリバイバルしようとなさってて、それはそれで勝手なんですけど、あまり褒められたことした人じゃないなっていうのが私の評価です。夢ラジオ1828回、今回は戦後の活動家赤尾瓶取り上げました。ありがとうございました。